こんにちは、美味しいものが食べたい吉です、今日はね、カジキマグロ、メカジキですね、これの切り身を使って、ちょっとねおしゃれに、イタリアンな感じになるのかな、ちょっとソテーをね作っていこうと思います。ほんならいこめやか。はい、材料なんですけどもね、今日はもうほとんど調味料類ですね、主役のこれ、メカジキですね、スーパーでねこうやって切り身で売ってますが、そのものです、あとはトマト、これこんなにはいりませんのでね、輪切りで一つだけ使います。あとは、ちょっとてっぺんにね飾りで、スイートバジルを使いましょう。あとは小麦粉ですね、これはね。はい、調味料類ですが、ブラックペーパー、それから塩、オリーブオイルですね、から白ワイン、バルサミコ醤油、それから、香辛料の方ですね、ハーブですね、タラゴン、それからローズマリー、こちらはセージですね、あとはホワイトペッパーと、それから、やっぱりバジルですね。はい、早速ね、やっていきたいと思いますけど、これ、まず一番に、やるべきことは、マリネ、漬け込んでいくことですね。各種の、調味料入れていきますね、ホワイトペーパー、全部ね、ほんのちょっとずつあればいいです、バジルですね、それからこちらはセージですね。セージ粉末の方を今日使ってますんで、これ使いすぎ注意ですね、はい、あとはローズマリー、これはホールを使っています。よいしょ、はい、これもちょっとでいいですね、はい、それからタラゴン、エストラゴンとかも言いますけどもね、僕ねちょっとタラゴン好きなんでね、少し多めに入れていきましょう。はい、ここに白ワインを振りかけていきます。はい、あとはこちらオリーブオイルですね。はい、こうしてね、ちょっとの時間でいいです、マリネをしておきます。はい、トマトなんですけどもね、なんか赤いまな板の上に赤いトマトとか、なんだかよくわかんないですね、これ。はい、これはね、これ漬け込んでおいた、メカジキなんですけどもね、これの上に乗っかるもんですから、ちょうどね大きさを、いいところで切っていきましょう。ちょうど真ん中ぐらいで多分いいと思いますね、1センチぐらいの輪切りにしちゃいましょう。はい、この辺はね、切れ端はサラダに使っていけばいいと思いますよ。はい、ではね、焼いていきましょうかね。このマリネしたメカジキなんですけども、これね途中何回かねこう裏返して裏返して均等にね裏表、均等に味が、入るようにね、味っていうか香りですよね、香りが入るようにしてください。で最後塩コショウをして、それから小麦粉をつけていくんですけどもね、残ったハーブとかそんなに気にしなくて大丈夫です。ついたらついたままで大丈夫ですからね。はい、ではねちょっと、フライパンの中入れちゃおうか、まず塩ですよね。塩コショウはね焼く直前に、した方がいいですね。はい、それとコショウ、ではこちらね、小麦粉なんですが、ちょっとマリネ液もねそんなにきっちり拭く必要はないです。そのままねベタッといっちゃって大丈夫ですから。焼く直前にね、こういう風に、味をつけて小麦粉をつけて焼いていきます。はい、こちらフライパンにね、オリーブオイルちょこっとの方がいいかな。はい、そこへ、余分な粉をねはたき落として、乗せます。はい、ではねここから火をつけていきますよ。
最初はねこのあのフライパンのね真ん中辺で焼いていいんですが、あの裏返してからはね、トマトを、この同じフライパンで焼きたいのでちょっとずらしていきますからね。最初はこの通りでいいです。はい、弱火で、じっくりと焼いていくのがコツですけどもね。はい、ちょっと裏返しますよ。よいしょ。はい、いい焼き色がつきましたね。では少しね、ずらして焼いていきましょう。トマトを焼くときにね、ちょっとこの、粉のついた油ですのでね、焦げはどんどん進んでいきますので、ちょっと、フライパンを拭いてそれから乗せた方がいいですね。はい、また途中でバッテリー切れちゃいましたね。今トマトを焼き始めましたね。で、焼き始めたというかだいぶもう時間経ってます。ここでねちょっと一回ひっくり返しますよ。よいしょ。火の通り具合はね、こう指で押してみて弾力で、押し量るといいですね。もうほぼ、火は通っていますので、これで、お皿に盛り付けていきましょう。はい、ではねこちら焼き上がったメカジキとこちらトマトです。トマトはねすごく柔らかくなってますからね、気をつけて盛りたいですね。上からね少し、オリーブオイルを垂らしましょう。そして、ブラックペッパーですね。はい、仕上げにこちら、バルサミコ醤油をかけていきます。バジルを乗せて完成です。はい、ではね、早速食べてみようと思います。いただきます。めっちゃしっとり。あ、これうめえな。メカジキって、ね、あの焼くとどうしてもパサパサになっちゃうじゃないですか。もう全然ねこれしっとり、めっちゃめちゃうめえこれ。うん、漬け込んでおいたあのハーブの香りがね、もう口の中いっぱいでもうお祭り騒ぎになってますよこれ。めっちゃめちゃうめえ。おいしいもの食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。ちょっとね余韻に浸りたい感じですねこれ。あの食べてる途中でも言ったんですけど、どうしてもねあのメカジキってあの焼いてもそうですし煮てもそうですしね、あのパサッとしたボソボソっとした感じ食感になってしまうんですけども、今日はあのマリネしておいたこと、それから、小麦粉をね、しっかりつけて焼いたこと、それからトマトをね上にかぶせたこと、多分この辺の効果だと思いますね。すごく中までねしっとりしてるんですよ。ああもう今でもねこの
漬け込んでおいたあのローズマリーだとかその辺のハーブの香りがね、はーっとこう口から広がってくるんです。これ美味しいな。ニンニクをね入れようかどうしようか迷ったんですけど、今日はねストレートにこのハーブの香りを楽しみたいと思ったので、あえてねニンニクは外しました。これ大正解でしたね。いやー美味しかった。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。